こんにちは、サンキューアルミの高田です。アルジオのタフネスポイント、省エネを実現する高断熱性能についてご説明いたします。アルジオは当社従来品に比べ断熱性能を約 10% アップいたしました。アルジオはアルミの持つ耐久性と樹脂の持つ断熱性、この2つの素材の特性を最大限に生かしたアルミ樹脂複合サッシです。樹脂の断熱性はアルミに比べなんと1000分の1、外からの熱を伝えにくくし断熱性能をアップしてくれます。こちらをご覧ください。サーモグラフィーを見ても分かるようにアルジオならしっかり断熱してくれます。この断熱性を実現できた理由は3つあります。1つ目はこちら、フレーム自体を断熱化するマルチシャンバーの採用です。熱を逃さないポイントは空気の層を多くすることです。そこでこのようにフレームに小部屋を多く設けることで断熱性をアップしました。さらにこんなところにも断熱性アップの工夫が、引き違い窓の上部の樹脂材で熱の流出流入を抑え断熱性を向上させています。2つ目はこちら、広いガラス溝幅です。ガラスが1枚の窓と比べ2倍の断熱効果を発揮すると言われているのが複層ガラスです。実はこの複層ガラス、ガラスとガラスの間にある中空層がポイントなんです。アルジオは最適な断熱効果を発揮する16ミリの中空層を持った複層ガラスに対応、より高い断熱性を生み出します。3つ目はこちら、広いガラス面積です。こちらをご覧ください。赤い線のところが当社従来品のガラス面です。フレーム部分に比べガラスの方が熱を伝えにくく、アルジオはガラス面積を大きくすることで断熱性をアップしました。断熱性が高いということはお財布にも優しいんです。エアコン使用量で年間8586円の節約になります。高断熱でお財布にも優しいハイスペックサッシアルジオ、ぜひご検討ください。